はい、本日は、松本ブリザードそうですね、はい、ファイター松本ブリザードさんにお越しいただきまして、まあっていうのもね、家に遊びに来てくださったんでちょっと動画は撮らないんですけど、撮っております。よろしくお願いします。まあ、何を撮るかって、今まあ僕はパパッと即席で考えて、まあ、僕ちょっと最近趣味で遊戯王カードって、まあ、松本さんちょっと世代的には何も、いやそうなんです、あんまり正直そう認知してなくて、認知してないですよね、はい、ただ名前は知ってます。名前はカードの価値も高いものも知ってます、はいはい、なので、まあ、今回は、まあ、知らないよっていう、まあ、動画を見てる方もいると思うので、松本さんと一緒にその遊戯王カードを、まあ、ちょっと知っていただけたらなっていうので、最近僕が買ったカードの名前を当ててほしい。名前当て知らないの知らないかもしれないですけど、あの、まあ、めちゃくちゃ、なんていうんですかね、その有名なものからどんどんあの難易度が上がっていくので、まず、はい、こちらですね。これはね、もうめちゃくちゃ、王道、超王道、もうあの主人公遊戯が、武藤遊戯が使ってるカードです。はい、このいわゆるなんかあのトピックスの部分も関係あるんですか？めちゃくちゃあります。か弱いエルフだが聖なる力で身を守り、とても守備が高い。え、なんだデビルもデビル感があるんで、初めて見る人が見るとホーリーエルフってちょっとデビルに見える。デビルに見える。なるほどね、ホーリーエルフなんですね、これ。エルフ、そうです。あ、ごめんなさい、もう言った、もうホーリーエルフです。ホーリーエルフ、そう言っちゃって、今次ですね。はい、次はこちらです。お、出た。これね、結構まんまかもしれないです。はい、これ、あ、これね、もう貼っとくんじゃないですか。はい、はい、植物族、あ、出た、効果、効果モンスターって言うんですよ、これは。もう完全に攻めて、トマト、トマトなんだけど、なんかそのパンプキンのよく出てくる、はいはいはい、はい、ちょっとハロウィンチックな、ね、そうそうそう、はいはいはい、スカルトマト、おお、ちょっと惜しいかも。キラートマトキラートマトですね。キラーの、キラーですね、ちょっと惜しい、うん、うわ、なんだこれ、人だな、魔法使い、魔法使いですね。で、これは結構もともといるキャラクターがブラックマジシャンガールっていうんですけど、そのブラックマジシャンガールのちょっと進化版みたいな、なんて結構マジシャン、その人がブラシ、あの、こうレベルアップ、レベルアップします。いろんなモンスターの要素が入ってると。ウィザードナイト、おお、マジシャンズバレキリア全然わからない、バレキリアだんだん難しくなってるやつ。いや、これだんだんで難易度上がってる、絶対わかんないもんな。これも結構、まあ割とまんまかもしれない。これ結構強いんですよ。おう、このカード、手札から出せば相手のフィールド上の、あ、これはもうやり、そのいわゆる効果と効果、はい、でかい、いわゆる、まあ、だってちょっとナウシカの溶けかかった巨人兵みたいな、まあちょっとね、その溶けてるとか、そういうのはちょっとヒントかもしれない。ちょっとこう、マグマっぽい感じ。マグマ、はい、ジャイアントマグマ、おお、ジャイアントマグマ、はい、溶岩魔人ラバーゴム、溶岩魔人ラバーゴム、全然むずいじゃないですか。いやいや、最後当てましょう、もうラスト、当てます、はい、ラスト1個、これもこれ当てても今日、ね、いい指名します。ちゃんと当てます。これはね、有名です。有名、こちらです。これも結構ね、ここ融合カードって言うんですけど、はい、これモンスターとモンスターを融合させるとこいつが出せるんですけど、デーモンの召喚とレッドアイズブラックドラゴンが合体してるんですよ。だ、結構この2つが結構ヒントになってて、レッドアイズブラックドラゴンがデーモンの召喚が合体したことによってこいつが出てくる。だから、これ足し算をすれば導き出せるんですよ、このモンスターに関しては。レッドアイズデーモンソルジャーブラックデーモンズドラゴン、ちょっと欲しい、挟んだんで、ブラックドラゴンとデーモンの召喚のデーモンを挟んだんで、ちょっと欲しい、そのまま何でしょう、デーモンズソルジャーみたいな、ブラックアイズデーモンズソルジャー、あのー
ょっとソルジャーの要素がないんですよ ね, ねすみません。ドラゴンで終わったんですね。ドラゴンで終わってたんですよ。これは奥が深い、はい、どうでした、あのこの遊戯王。いや遊戯王って本当にその名前は知ってて、はい、ま、アニメとかになってるんでしたっけ。漫画とアニメがそうですよね、はい、なんで見てきたことない世代、まあ、多分その付加価値を知らない世代なんですけど、その付加価値の深さをすごいちょっとでも感じたので、やっぱりそれがカードとしてちょっと高価になるので、はいはいはい、いわゆるトレーディングでお金が高くなるので理由としてあるので、はい、ちょっともしかしたらこれハマるかもしれない。そうですね、ちょっと一回松本さんと秋葉に行って松本さんのファースト遊戯王なんてものもちょっとね、いろいろあるんで、確かにちょっと松本さんの感性で選ぶ遊戯王みたいなのも今後ちょっと注目してみたいと思います。見たいですね。ただエルフのことをドラあのデビルって言ったことがちょっと自分でショックだな。スカルトマトとかもちょっと違ったとか。まあでもなんかあながち、ね、ジャイアントマグマとかなんかあながちこうそれてないってとこもまたちょっとね面白かったんじゃないですかね。ありがとうございます。じゃあこんな感じで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。